父はあんまりでで話さなかったですねいつでも何か書いたりお客様が見えたりして父と,父と一緒に何か家庭のだらなんていうのがあんまりなかったですねとっても忙しい人でしたからもういつでも彼はあっちに行きこれっちに行きうちにいればお客様が見えたし。 だからあんまり父とはあんまり座って話したっていう記憶はあんまりないんですけれどもえっと先彼が囚らわれてアメリカにとらわれてそれから交換戦で帰ってきたっていうことはみんな家族が全場の横浜の。 横浜の港まで迎えに行って、それでもですよ。ただ、会った瞬間にも、彼は。どこかに連れて行かれちゃって、あの、お迎えに来た。他の偉,いあの偉い方たちに連れて行かれちゃって、それっきりなんです。だから、交換戦で帰ってきた時に、皆さん。みんなで集まって写真を撮るっていうので、みんな家族の人たちが。 デッキに座って集まっているけれど、肝心の父がいないんです。彼はどっかに行ってあの他の人と話したり何かして、まあそれがその写真がうちにあるんですけれど、肝心の父がいないんです <laughs>。